はい、はい、昨日はね母の日でしたけれど、ももちゃん昨日は何してましたか？仕事してました。キズタクさんは今日は来てますいやなんかすげえアピールしてるけど、あ、こっちや来るのが、はい、うん、今日も3人でやります。はい、それでは石栗のエブリマンデースタートです。石田クリーニングは2022年も全力疾走、きれいさっぱり、全力クリーニング、全力リフォーム、動画配信、ドローン撮影、全力アルスター。今年の石田クリーニングもめっちゃ皆さん、おはようございます。5月9日月曜日、石栗のエブリマンデースタートです。この番組は石田クリーニングの今をもっと知れちゃう番組です。はい、今日もよろしくお願いします。小川てるみです。そして、はい、愛媛県住みます芸人、姫子のキズタクです。母の日にはですね、なんか感謝状みたいなのを作って、あのお菓子と一緒にプレゼントしました。郵送、すごい、え、郵送、大阪に、全然、奥さんによ。あ、奥さんに、はい、いいね、いいですね、ありがとうございます。はい、そしてアルスタキャスターの西田桃香です。よろしくお願いします。お願いします。桃香さん、今日デコ拾わない？デコ拾わない？今日広めメイクしてる？遺伝子です遺伝子です。なんか TikTok でやってたね。あ、やってました変なとこで親のせいにすんなていや、間違いないです。誤解してたよ。はい、遺伝子ですうわ、もう突っ切るなあ。はい、今日もこの元気な3人でやっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。これはね、生配信ですので、はい、ぜひぜひチャットもね、どんどん送っていただきたいなっていう風に。早速チャットが来てますね。牛メガネさんから、おはようございます。ゴールデンウィークが終わり、今日から気持ちをしっかり持って頑張っていきましょうねって。今日はキズタクさんいるので安心しましたということで。今日は来てます。うん、いつもありがとうございます。来てます。ボディービルダーボケみたいな。銀さんから、おはようございます。キズタクさん、ピンクじゃない。あ、ピンクじゃない。あ、うん、まあまあピンクはメガネだ。はい、ピンクですけど、今日はちょっと夏っぽく、うん、マリンボーダーで、はい、来ました。ピンクメガネ、ピンクメガネ、マリンボーダーピンクメガネはい、決まりました。はい、ペッタンさんから、あ、ペッタンさん久しぶりですね。おはようございます。ゴールデンウィークゆっくりできましたか？わらわら、ももちゃんいじるんじゃない。いじるんじゃないももちゃんのファンからでした失礼しました。銀さんから、はい、ボディービルダーってボディービルダーマリンボーダーフィークメガネ多いな、情報が多いです。情報が期待してます。ぜひぜひチャットで、あの、どしどし応募してくれたら、ね、はい、私らも楽しいね。はい、応募じゃないね、応募じゃないね、応募抽選でみたいな。いいこと言ってくれたら、キズタクさんからボディービルダーで。いや、しいいよ、もう、もういいよ、渋滞してるってさっき言われてるから、もう、もう、もう大渋滞、大渋滞、うん、もうゴールデンウィークの道路交通情報か。はい、あ、違うはい、ありがとうございました違うみたいでした、すいません、はい、今日ですね、はい、石田クリーニングアルファ竹原店2階アルスタより生配信してます。こうスタジオはね、ちょっと間隔空けて、うん、あの配信できるので、はいはい、うん、でゴールデンウィークね、久しぶりに規制なく出たので、うん、道後とかも賑わってたみたいですけれど、キズタクさんもお店忙しかったんじゃないですか？そうですね、ぼちぼち忙しくはさせてもらって、うんうん、で僕自身もあの香川県の方にちょろっと行かせてもらいました、うん、あら、はい、おうどんですか？じゃあおうどんも食べようと思いました、うん、火曜日でそのことも、うん、食べてない。いや、俺これあんま喋りすぎたら、俺キズタク日記何も喋ることなくなっちゃうから。あー、なるほど。じゃあ次行きましょう。ええー。そう
アルスタではね、地域のコミュニティの場所として、うん、こういうレンタルスタジオを使っていただいて配信場所にしたり、うん、お料理教室なんかもできたりしますので、はい、お料理ぜひぜひね活用してもらいたいと思うんですけれど、うん、はい、まあ、松山駅から徒歩5分のところにあります。で、敷地内にね、セブンイレブンもありますのでお気軽にね、ちょっと来て見学して見てもらえたらなって思ってます。で、ついでにセブンイレブンも寄ってもらえたらと思います。そうですね、はい、今のおすすめなんだろうね。知らん、知らん、知らん。今抹茶とか言ってません？なんか、あ、抹茶、はい、あ、そうなん、ね、この間ミスド行ったら抹茶があったんで。おー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 、ももちゃん抹茶好き？抹茶嫌いです。あらま、あら、おすすめ言ったくせに、抹茶嫌いでしょ。抹茶おすすめしてもうてるわ。うん、あ、うん、ちょっとチャットまた行きますね。はいはいはい、銀さんからキズダクさん髪伸びたっていうことで。そう、伸び、めっちゃ伸び、めっちゃ伸び。そうなんですよ、私もね、さっきから横で見よって、あ、キズダクさん白髪少ないなっていうふうに思っちゃって。うん、うん、でもね、なんかね、もう後ろの髪伸びて、うん、これね、寝てたりしたら、うん、寝癖、そう、しっかりつく、もうしっかりついちゃう。この長さでもつくんやって思って自分でショック受ける。あ、うん、でもね、暑くなるからね、うん、やっぱり まだもうちょっと短くするよね。いや、この後髪切りに行くって。あ、髪切りに行く、うん、切ってあげようか。いやいや、いい真ん中だけこう行きましょう。いや、いやいや、アホで溺れたわ今だけど本当ね、暑くなってね。ももちゃん髪切る、うん、まだ予定はないです。うん、でも切りたいんです。あ、ショートも似合うもんね。イメチェンの春、イメチェンの春、イメチェンの夏、はい、イメチェンの夏。でも本当に切りたいんですけど、うん、でも、うん、妹に切るなって言われたんですよ。あ、そうなんや。姉ちゃんは長い方がいいって、短くするなって怒られたんで。あ、じゃあ今度、はい、ちょっと髪をほどいて、あ、ね、ちょっと出てもらいたいなっていうふうに思います。来週ぐらいは、はい、皆さん楽しみにしていただきたい。ガールズトークいつまで続く？そして今日の天気、晴れとるように見えますけれど曇ってます。曇ってます。なんだフェイント。降水確率は 20% っていうことなんですけれど、うん、しっかりね、お洗濯は乾きにくいかもしれない。全部情報がほわほわしてるのよ。昨日まではいい天気だったんやけど、昨日までは言い切れた、乾くよって。やけど今日なんかね、でも風があったよね。そう、あ、風がありました、ね、うん、ちょっと冷たいなっていう感じ、うん、やっぱね、朝晩はね、うん、ちょっと寒いので、うん、こういう風にね、羽織物があると、半袖着て、うん、夏はね、昼間はね、うん、脱いで、そして、そしてね、今年はね、グリーンが流行りますので、うん、グリーンなんかも、グリーンのズボンとか流行ってますよね、うん、そうなん。そしてね、T シャツはね、プリントティーが流行るみたいですよ。へぇー、ももちゃんのこれプリントティーかな。プリントです、うん、剥げます。T シャツ、T 長よね。 T 長、ロン T、ロン T、ロン T。 T 長、 T 長。いや、私らの時代の時はね、 T 長って言おったよ。長浜だけちゃいます。言わないのかな、方言かもしれない、うん、何よ、得意の方言かもしれない。で、今週はね、はい、木曜日と、うん、はい、木金ぐらいがね、ちょっと雨になる確率があるみたいです。まあまあ、なので、それからどんどんね、あったかくなるんじゃないですか。いや、梅雨に入るんじゃないですか。でもね、だいたいね、沖縄が梅雨入りしてから1ヶ月後ぐらいに本州が梅雨入りするみたいなので、沖縄の方がね、そろそろ梅雨入りするんじゃないですか。知らんよ。すごいな、今日の情報。あ、沖縄梅雨入りしてます。してますよね。うん、先週入ったみたいですよ。ほんならもうすぐやん。すぐかもしれません。あと1ヶ月したら雨ザーザーですね。チャット言いますね。はい。ペッタンさんから、あ、ももちゃんのファンですね。はい。言って抹茶嫌いなんかいいっていうことで。そうですよ。はい。ももちゃんファンも突っ込んでくれてます。はい。甘いものが苦手なんで。ペッタンさん、残念ですね。何がちゃうよ、別に抹茶嫌いなんですねって言ってるだけやから、何も残念なことあるかいや。いや、ペッタンさん、私も知ってる人なんで、ちょっと突っ込んでしまいました。はい、しめがねさんから、今日もアラオとシマオの話題をするのかな。ギクギク。なんかディレクターが、いちいちツッコミが古いって言って、なんか私をなんか落とし入れようとしてるんですけど、多分放送上では載ってない声やから、俺ら笑うよね、普通に。そ
そして、うん、ペタンさんから水の抹茶食べました。俺もそんな好きじゃない。好きじゃないのに食べたんかい。好きじゃないんかい。牛眼鏡さんから、ももちゃんヘアドネーションを目指したらどうですか。あ、っていうこと。それは思ったんですよ。ヘアドネーションしてみたいなっていう気持ちはあるんで、うん、でも何年ぐらいかかるかな。2年ぐらいかかるかな。私髪切る前までは、うん、あでも成人式、ま、前あとぐらいまではこの辺ぐらいもありましたよね、うん、あら長っ、うん、そんなにめちゃめちゃ伸ばしてたんで。そんなに何で伸ばしてたの。成人式があるからって髪の毛モリモリにしてやろうかと思ったんですよ。あ、わざとね、はい、ちょっと女を、ね、意識したね。そうです、女を意識した。今はしてないの。してますけど。女の子になろうとしてます。柔道一本でしたからね。そうですね。柔道一本上手いな。柔道してる時も髪伸びとったってこと。そうですね、短大の時は伸ばしてましたね。ああ、そうか、はい、髪の毛引っ張られなかった。髪の毛ぐちゃぐちゃですよ、もうこんなんですよ。今日カフェかどっかで配信してるこれ。今日お茶飲みながらやってんじゃん、これ。そうそう、だからそうそうやないよ、そうそうしてないよ。どんどんチャットね、欲しいですね。いや、ありがたいですね。晴れとるように見えるのは向かいのビルのせいじゃ。なんか、かなり曇ってるよっていうことで。あ、確かに。ああ、なるほど、ね、確かに曇ってますね。確認しようと、確認しようと。でも降水確率がね 20% っていうことで、キズタクさんが今日朝ね 70% にするとかって言ってましたけど、うん、まあまあまあ今日も気分的に 70% ぐらいでいいんじゃないですか。いやいやいや、これでうーっと我慢するんですよ、天気の方が。あ、天気の方が、うん、ああ、なるほど、ね、雨の人がね、まあまあまあ、まあ、我慢してちょっと降らせないかもしれない、まあ、全然あの昼間ぐらいにさじ加減で 30% ぐらいにしときますわ。うん、うん。ええの、ええの、俺が勝手に決めて。長って初めて聞いた。ティーナがね。ティーナが、うん、ティーナが多分長浜のあの私らの年代の人はみんな、うん、ティーナがティーナがって言うと思うんやけど、ね。お母さんだけじゃないんですか。あの同級生見てくれてるかな。見てくれてると思います。私のファンもいると思います。ペッタンさんからみんなお酒入ってるっていうことで。入ってへんわ。入ってません。みんなみんななんなら車運転してきてるわ。うん、そうです。朝から飲めたら幸せですけど、お仕事です。お仕事です。はい、それでは、はい、伊予市七町にある本店清本社長と中継をつないでます。社長おられますかね。あ、はい、社長おはようございます。おはようございます。今日はラボですね。オープンの、ね、話が結構盛り上がったんでね、うん、ちょっと入るタイミングをちょっと見計らってたんですけど、はい、まずねこれなんかわかる、これ、これ照明、何照明やない、いや赤外線、あ、ブルーライト、ブルーライト、これね紫外線のライトね、紫外線のライト、赤かり頃あのディスコ行ったらね、あのシャツとかが白く青く光るようなやつね、うん、で今梅雨の話題が出たんやけど、これからお日さんがねなかなか顔出してくれん時期がね、増えてきます。そういった時にね、その代わりにあの紫外線、これはあの新兵器で新たにね工房でちょっと凍ったんやけどね、この紫外線いうのはね、漂白剤をねガッと効かせる効果があってね、漂白だったり消毒、殺菌みたいな効果もあるんでね、そういったので今工房で使ってます。スニーカーのねソールホワイトニング加工を言って、スニーカーの底の部分をね真っ白にする、普通に洗ったり磨いたりしただけじゃ、綺麗にならんやつもねこれでね、紫外線を当てて、何時間か、まあ何日間か置いておくとねグワッと白くなったりするね、そういう使い方をするんでね、これちょっと新しい道具ね、もう今まではお日さん頼みやったんが、雨でも室内でもできる、乾きやすいという、うん、というのはね、まず一つこれ新商品、新製品の紹介ね、あと、まあ、あの今日の話ね本題に入りたいと思うんですけど、うんうん、今日はね2点があります。2点言っても、今後の予定、連休も明けてね、今から、まあ、これから先夏繁忙期がねだいたい6月の末ぐらいまで、忙しい時期、クリーニングの最盛期というのが続くと思います。まあ、そういった中でねどういうふうにあの計画をしているかというのをね皆さんと情報の共有をしておきたいなと思います。それと、それに付随してね、人事評価の中間面談と、評価あの課題の修正といったものも
5月の中中旬ねやってもらうようになりますから、そのあたりのねスケジュールをみんなでシェアしておきましょうね。これがね、今月の今これカレンダー3ヶ月あたりのね、並べて表示しておきました。ゴールデンウィークもね、長かった10連休の人もね結構おったみたいで、うちの店もね結構何日間かお休みが取れた店もあるし、ずっとお仕事してもらった人もお店もあります。だからもうこれでね、一旦もうお休みモードをリセットして、ここからまたお仕事モードに切り替えてもらったらと思います。で今月はね、この中間どころは少し落ち着くんじゃないかなと思います。皆さんね、お客さんもゴールデンウィークでかなりあちこちでお金使われた方も多いんじゃないかなと思って、少し節約に入るんじゃないかなと。でその間を利用してね、我々は社内の面談、上司との二者面談をしてもらうんですけども、面談をして中間の評価をして、なおかつ今課題として設定している課題が簡単すぎる難しすぎるといったような修正も含めて月末までに完了をさせてください。で松山工場のね、工場2階に商品を上げたり下ろしたりするリフトの工事がね月末に入っております。で6月7月は、今ちょっとスケジュールあえて入れてないんですけども、今現在後で説明もあると思いますが、5、6、7月は布団の、キャンペーン、あるいは周廃のキャンペーン、保管のキャンペーンというのもね今動いております。でコロナでねもうずっと中止中止になってたんですけども、例年7月から8月の半ばまでに夏のねイベント石田クリーニングで集まってビアホールだったりいろんな行事やってたんですけども、今年はねぜひ復活してやりたいなと思っております。でまあタイミングで言うとやっぱり7月から8月どっちかの月のね、ちょっと暇を 見計らってね、何か行事をやりたいなと思ってますから、そこまでね皆さんもう一踏ん張り、協力の方ねお願いします。ということでね、簡単にですけども、今からの予定を、お伝えさせてもらいました。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、石田クリーニング人事評価制度っていうのをやってて、目標を決めてね、行動するために目標を決めるんですよ。はい、そしてできたことに対して評価っていうのをもらうわけなんですけれど、やっぱりね、目標があると行動しやすいっていう、はい、で、今、中間で7月までが目標の期限なんですよ、6ヶ月ですけれど、今中間で、はい、いろいろ、また第一評価者、ももちゃん店長ですのでね、はい、面談すると思います、部下の方とね、はい、します、はい、で、しっかりね、評価っていうか、目標できるようにサポートしてあげてください、はい、なるほど、はい、この人事評価が始まったっていうことは、夏の嬉しいあれがちょっと見えてくるっていうことなんですかね。そうですね、楽しみですねこれガッツポーズしてるってことはもうまあまあええって自覚してるってことかな。そんなことはないですでも頑張ってるね。頑張ってますよ、うん、そうです。いつでもねみんなでねチームでやってますので、はい、みんなで成功していきましょう、うん、はい、それでは続いてのブルーライト、ブルーライト、なんかディレクターがブルーライトを、何ブラックライトを、うん、社長がブラックライトと UV ライトって違うかな。あ、違うの、うん、UV はレジンを固めるやつ、うん、あ、はい、で、ブラックライトのやつ、今放送事故が起こってるような状態だった。例えば今一瞬固まったぞ。ブラックライトは白を際立たせる、うん、UV、うん、で、紫外線ライトなんで、うん、あ、早く乾かせるためじゃないですかね。目に悪い、目に悪いかもしれないので、はい、社長気をつけてお仕事してください。してください。はい、さて続いてのコーナーはこちらです。はい、石田クリーニングは2022年も全力疾走、きれいさっぱり、全力クリーニング、全力リフォーム、動画配信、ドローン撮影、全力マルスタ、今年の石田クリーニングもレッツキーレッツキー。
では社内で起こった出来事にスポットを当ててお伝えしちゃいます。今週のトピックスはこちら、お布団がお得、お布団のクリーニングを出すなら今がチャンスです。はい、そう、先週からね、お得情報を、はい、お伝えしてるんですけれど、はい、なんと新サービス、新サービス、うん、シマオが始まりました。はい、はい、勢い勢い途中で折れたけど大丈夫かな。シマオ、ま、間がももちゃんらしいね。シマオ、あれってカセット壊れたみたいな、何やったっけってカセットって言い方が古いからもう。シマオ、シマオです。はい、何ですかこれ、俺選手折ったっけ。うん、と遅刻したっけ。あ、遅刻した、あ、遅刻したからか。そうです、あ、遅刻したからか。嘘嘘、新しく始まりました。新しく始まった。え、本来別に初めてよね。うん、そうよ、これは初めてです。うん、本当の、サービスは先週からあら、アラオやな。アラオです。アラオは覚えてるよ。うん、シマオは知らんよ俺。シマオは始まりました。何よ、アラオもシマオも何よ。うん、お布団って、はい、の布団、お布団の預かりサービスです。あああ、なるほどね。シマオ、アラオでシマオで、おうほうほうほう。厳密に言うとどういうことなんですかこれは。は、お布団、冬のお布団ってやっぱりかさばる。はい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 、羽毛布団みたいな。おう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 、押し入れがいっぱいになってぎゅうぎゅうになるじゃないですか。あ、もちろんもちろん。そういうのをすっきりさせるために、はい、最長6ヶ月間、はい、保管してくれます。あ、預かってくれるっていうサービスってことか。そうです。1枚からお預かり可能です。あー、すごいねこれは。そうなん、はい、預かってくれんの。はい、大きさも関係なく、うんうん、1枚550円から。あー、いいねいいねこれ。めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいいね。はい、家のスペース取らんよね。そうです。ほんなもう石栗さんが逆に工場借りなあかんとか、そんなことになるんじゃない。なるんですか。なるんですか。いや、あのね、なんかね、すごく広いんですよ。あ、広いよ、お店。うん、そして、やっぱエアコンの機能とかもしっかりして、うん、清潔に保管しますので、はいはい、してもらえたら。で、しかもね、クリーニングして保管します、うん、保管します。だからダニだったり、カビだったりの心配がないんです。うんうん、なるほどね。うん、はい。で、お布団を預かってくれて、うん、綺麗に取り扱っていてくれると。そうです。はあ、なるほど。だから押し入れの中の肥やしにせんでもええっていうことや。なんかね、冬物の布団ってさ、入りきらなかったりしない。入りきらん、押し入れに入りきらんよ。入りきらないでしょ。うん、そういうのも使うときだけね、うん、まあ使うときまでどっかにしまっとってくれたら。押し入れな。押し入れに入れるけど、うん、入れるけど、なんか僕の感覚ですよ、うん、なんかしまっとくやないですか。ほんで夏の間入れとくやないですか、うん、はい、入れとったらなんか次使うときってなんか綺麗なんかどうなんかわからんなみたいな。あー、確かに、これそのまま使えるんかなみたいな、うん、一回お布団なんかね、洗ってから使った方がいいかなみたいな感覚になるんだよね。まあもちろんそれはね、うん、洗ってから使った方がいいんです。うん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 、はい、なのでこれ、シマオくんあるんですけれど、シマオくん、シマオくん、カバオくんみたいな言い方してるよ。カバオくん、あの、私らの間ではシマオくんって言ってるんですけど。シマオくん、アラオくんも、アラオくん、アラオくん、シマオくん、カバオくんみたいな。おうおうおう。あ、パパ、向こうから聞こえてきた、向こうから聞こえてきた。ここ、ここはタクヤくん。え、タクヤくん、タクヤくん、全然かかってへんやん。俺滑ってるやん、損してるやん。いや、やめろやめろやめろ、俺じゃないんだ、俺じゃないんだ、滑らせたのはこの人なんだ、俺じゃないんだ、やめてくれ。デレッデレーデッデレー、よかったね。なんだこれは。なそうでよかったです。で、シマオくんの前に、はい、やっぱりお布団を洗わないといけないので、はい、うん、そこで、はい、お店でね、お店で、うん、お店に持ってきていただいたら、はい、5月、6月、7月は最大 20% オフでお布団を洗います。クリーニングしてくれますでしょ。洗いますやろうかい。うん、そうなん、はい、そうなんです。羽毛布団ね、4400円が3500円っていう、うんうん、はい、あ、これは持ってくるパターンのやつってことですね。そうそうそうです、はいはいはい、持ってきてもらって保管しますっていう、うん、なるほどなるほどなるほど、うん、そうなんです、そうなんです。これは便利やで、めちゃくちゃ便利です。便利な上安くなっとるわけやな。そうなんですよ、素晴らしい。お店に持ってきていただくとね、うん、はい、そして先週もお伝えしたと思うんですけれど、はいはい、何くん、何くん、アラオくんな、アラオくんです、アラオくんな、はい、宅配クリーニングサービスです、うん、はい、
あらおくん、やっぱりね、持ってくる時間がない、うん、そして、はい、重たい、重たいですしね、大変、うんうん、っていう方は宅配クリーニングあらおくんを、あらおくんを、うん、ぜひぜひご利用ください。それ5月から7月の間はね、宅配料無料っていうことで、うん、無料、うん、すごいな、汗抜き無料、無料、すごっ、そんなやっていいの。そう、そしてね、宅配時間はね、うん、8時から20時まで、8時から8時まで、夜の8時まで、12時間も、うん、はい、竹倉さん大変やわいつでも連絡していいそうです。いつでも大丈夫、いつでも、いつでも、晩飯食うてる時でも全然いいって言ってました。へー、暇なんかな詳しくはね、ホームページ見てもらったら電話番号も書いてます、うん、直通ダイヤルがありますので、はい、直通ダイヤルに電話してください。でもこんななんかね、お得なねサービスが2本立てで始まるわけじゃないですか、うんうんうん、はい、逆にあらしまおくんみたいなのないんですか、合わせ技みたいな。ああ、それもできますよ。え、うん、できるんあらしまお、あら、あらしまくん、あらしまくん、あらしまくん、おーはないんや、もうもうおーは来たんやあらしまくん、あらおくん、しまおくん、あらしまくん、あらしまくんなんや、あらしまくんもできるんや、はい、あらしまくんの場合はどうなるの。あらしまくんって本当におりそうだねおると思うよ、全国的に見たらおると思う。宅配で、ね、うん、まあ、保管もお願いしますっていうのも対応できてますね、うん、すごい、はい、実際にね、もう動いてますので。あらしまおくん、あらしまくん、あらしまくん、あらしまくんな、あらしまくん、あらしまくん、あらおくんも、しまおくんも、すごい、かなり好評でね、はいはいはい、今日もね、動いてますよ。中予地区にね、うん、配達宅配可能なんで、うんうん、はい、はい、はい、いろんなもちろん取りに来るのもってことですもんね。そうですそうです、うん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 、うん、近くにね、クリーニングない方とか、うん、そしてコインランドリーがない方とか、うん、そして、あ、時間がない方、お仕事が忙しくて時間がない方とか、うん、はい、ぜひご利用ください、うん、はい、うん、これは便利よ、めちゃくちゃ便利です。6畳一間に住んでる一人暮らしからでもめちゃくちゃ便利よ。そうですね、うん、うん、ああいうのって大体さ、一人暮らしやけどさ、大体荷物ごちゃごちゃするけんさ、します、するよね、はい、うん、だから実際預けといた方がやっぱ部屋広々使えるし、使えますね、うん、これはいいわ、はい、めちゃくちゃいいんで、ぜひご利用ください、うん、いや、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。逆にありがとうございます。どうしたん、小川さん、あの、ディレクターから島奥にしようって言われたんで、ああ島奥くんな、島奥くんもう一回見てもらおうと思って、あ、見てもらおうと思ってな、うん、なるほどな、木崎さんがぴょんぴったりコメンテーターみたいな感じでね、いい感じですね。島奥です、僕は拓也ですけれど、島奥くんです、島奥くんです、島奥くんです、ボーダーの服を着た島奥くんです。お布団の お, ええ、お預かり始めました。反応なし、まあ、いつものこと、いつものことか、はいはい、はい、最長6ヶ月、6ヶ月保管でございます。押し入れすっきりします。お預かりは1枚から可能でございます。お店に来なくても書いてるやんけ、お店に来なくても大丈夫、宅配いたしますということでございます。宅配料金別途もらいますけども、あ、それはね、お店に来ていただいた方に、はい、はい、になるんですけれど、はい、次のシーズンまで清潔にお預かり、ダニやカビの心配なしという、うん、はい、はい、お布団の取り扱いのプロたちがこちらお預かりしますので、はい、はい、確実だと思います。皆さんよりは確実ですあなたたちよりも湿気の取り扱いに慣れてる人たちあなたより全然マシです、はい、いいですねディレクターのディレクターの笑い声がすごかった今びっくりした入りましたよ、はい、はい、ということで皆さんご利用ください、ご利用ください。以上ミックストピックスのコーナーでした、はい、はい、ありがとうございます。それでは木月さんの、チャット見ようや、あ、チャット見ようか、チャット見ようや、チャットくれくれ言うときやから、くれたチャットを処理せんと、はい、もうそのままエンディングして、もうみんながいじらんのかーいってなって確かに確かにいただいてます、ありがとうございます、はい、ティラミスさんから雨降り出しましたっていうことで、あら、確かに雨が降り出しましたけれど、はい、そしてティラミス、ペッタンさんから、はい、アラオくんとシマオくん名前にとるね、そうなんです、にらしたんです、にらした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 、キズタクさん滑っても頑張れっていうことで、あ、言うな言うな、今日も滑ってます、言うな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 、それは小川さんが思ってることや、言うたね今、家だったら足袋でぺったんこすることが多いけど、石工さんだったらあらおしまおで便利になりますね、たくやく滑りを恐れずに、はい、うん、なるほど、
滑らされてるんですよやめろやめろやめろ、本当に滑った先輩みたいじゃないか。これでね、牛眼鏡さん、実は圧縮パックもやっております。お、すごい、やってます。1100円で圧縮もできますよ。そしたら空気に触れないので虫とかも寄りにくいです。あら、おしまおパックンくん、はい、圧縮でお届けすることもできます。はい、ポペタンさんからめちゃくちゃ笑ってるってディレクターの声が分かったのかな、はい、あ、分かったのね、多分ね。中さんから荒島くん笑っていうことで、荒島くん、ナイスネーミング、はい、荒島くん荒島くん、今日も荒島くん元気にやっております。荒島くんやっとるよやっとるよ、はい、で私たちもすごい光ってるけどね、こう見たらね、あ、ピッカピカですね、うん、はい、ありがたいことです。それでは気づきさんのコーナーいけるかな。はい、はい、気づきの気づき日記でございます。ペレンテレンテレンペレン、おっしゃ出た。はい、さっきもねちょっとオープニングの方でチャラッと言いましたけども、今治、今治じゃない、でも合ってます。あ、今治、FC 今治の、はい、アウェーの試合が蒲田回る讃岐戦ということで、はい、そういうことなんですね。そうです、丸亀競技場の方まで丸亀、はい、行ってまして、それはまだゴールデンウィーク中の試合ということでございまして、はい、おうどん食べようと思ったんですけど、はい、めちゃめちゃ混んどったんですよ、うん、あ、ほぼ2時間待ち、2時間そう、もうだからね、本当に移動の規制がなかったっていうことで、今回本当にね、はい、もういろんな県の人が、愛媛県でもそうやったじゃないですか、いろんな車のナンバー見かけませんでした。それで、もう香川でも同じように、特に香川なんて言うたらこう橋があるところなんで、ああそうです、ね、往来がもともと多いところなんですよね、はい、なんでそこで言うたらもう香川県のうどん食べようと思ったけど結局食べれなかったんですよ。残念。そう、まあ試合はですね FC 今治が勝ったという、おーすごい、はい、それはもう 1-0 で勝ちましたんで、はい、今順位がね6位ということで、すごい、まあまあそう上位の順位になってますんで、はい、今週の日曜日もまた FC 今治の試合がございますので、どこでありますか。夢スタである、うん、はい、天皇杯は、あ、天皇杯終わった、終わった、そう、不本意な形になっちゃった、あー、うん、そうですか。そうだから愛媛 FC さんと決勝戦をする予定だったんですけど、うん、愛媛 FC さんがちょっと濃厚コロナのコロナになった方が何人かいらっしゃって、はい、で危険っていう形で FC 今治が愛媛県代表っていう形に、はい、なりました。おー、うん、天皇杯の1回戦が沖縄県代表の沖縄 S ファイっていうチームなんですけど、まあ、SV って書くんですけど、もともと元日本代表 の、 高原っていうフォワード選手、うん、フォワードでやってた選手が監督をやってる、めっちゃ分からん顔してんな、なんかロシア人形みたいな顔してる、ロシア人形ってやめるな、それ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 ロシア人形みたいな顔してるロシア人形って何ですか。ロシアの人形や。あ、なるほど。はい、それでですね、はい、うどんは食いそびれたんですけども、はい、まあ、うどんを今回紹介するテレビに実は出させてもらっておりまして、お、はい、和牛の A4 ランクを召し上がれ、お、はい、今週の日曜日に放送されます。はい、はい、それで僕出演しております。お、ある、ちなみに12時でしたっけ、うん、12時っていうか12時っていうか12時ぐらいなんかね、中途半端な時間なんですよ。12時ちょうどとかじゃないんですよ。ちょっと何十五分みたいな。あ、うん、栄養なくを召し上がれは石田クリーニングもスポンサーになってますので、はいはい、石田クリーニングの松山工場にも来ていただきましたよ。はい、うん、で今週は、はい、木崎さんですね。今週は僕出てます。はい、うん、松山にあるあるうどん屋さんに。美味しかったですか。美味しかったです。その大将ももともと香川県の方で、うどんの修行をされて、で松山で店を開いてっていう方なんで、まあ本当に香川県のうどんを食ってるかのような感覚で召し上がっておりますので、はい、もしよかったら、はい、召し上がっております。はい、はい、ということで日曜日和牛の栄養ランクを召し上がれ、はい、土曜日はね再放送で先週の日曜日を、はい、先週というかもう昨日やね、昨日の分が土曜日の深夜には流れてるんですけども、はい、また日曜日の方には僕出演させてもらっておりますので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。俺中継先におる、なんか遠いよね。戻ってきたありがとうございますってめっちゃ遠かったよ、ね。チャットいきますね。はい、ペッターさんから闇金牛島くん的な感じかっていうことで、荒島くんの話ですね。そうです、
あそうじゃないです、たまたまなんですけれど荒島君、うん、レインボーブリッジ封鎖できませんそれ、それ、あ、青島ねよかった、伝わった、伝わった、よかったレインボーブリッジ閉鎖できません封鎖できませんえ、牛メガネさんから先週遅刻した日で会ったキズタク母とキズタクジュニアの顔見せはうまくいきましたかっていうことで、あ、そうなんですよ、はい、そうです、お母さんね、あのゴールデンウィーク遊びに来てくれましたんで、はい、あの初めてあの下の子ですね、ミオちゃん、はい、見て、はい、かわいいかわいいしてくれてお小遣いもらいました、うん、よかったですね、初めて言ったんじゃないですか、何が次女ちゃんのお名前、あ、でもそうやねんな、あんまり公開してなくて、はい、うん、ネオちゃんの時はね、めっちゃ言ってたんですけど、はい、あのミオちゃん、あんま名前出してなかったな、そういや、多分ここで言うの初めてだと思うんですよ、うん、あ、ほんと、はい、ほんと、ミオちゃんです、はい、ミオちゃん、レオちゃんにミオちゃん、レオちゃんにミオちゃんです、うん、いいですね、可愛、はい、い, い名前ですね、可愛 い, い、はい、漢字もあるんです、あ、もうあのミノルに生まれるって書いて、あ、はい、最初はね、美しく生まれるにしようかなと思ったんですよ、はい、ほんならなんかね、ちょっと名前が未召喚っぽくなっちゃってねあー、うん、なるほど、そうそうそう、だから本当にね、ミノルっていう字に生まれる、生です、はい、生で、はい、レオちゃんお姉ちゃんしてますか、めっちゃお姉ちゃんですね、へえ、うん、お世話してる、いや、もうよしよししてあげてって言ったら全然もうこうやってよしよししに行くんで、はい、いいですね、はい、かわいらしいです、はい、本当に、はい、銀さんから、うん、キズタクさん次は会えるといい、なーっていうことで、あ、そうですね、この前ホーム戦で雨の日やったんで、みんながこうポンチョとか着とったんで、なんか遠目に見てもちょっと誰が誰かわからんかったみたいなところもあってお会いできなかったんですけど、はい、ぜひ次のホーム戦お会いしましょう、うん、で、中さんから不本意ながら代表は代表、うん、ぜひ頑張ってほしいですねっていうことで、まあそうですね、うん、はい、本当にあの、うん、今回は頑張ってほしいです、特に、うん、1回戦は絶対勝てると思ってるんで、で、またね、これね、ニンジニアスタジアムなんですよ、そう、今までその FC 今治やったらやっぱり夢スタっていうイメージがあるんですけど、はい、今回は代表戦ということでニンジニアスタジアムでやるっていうのがまたね、いつもと違うところでやるっていうのもあって、うん、でも今回 J3 で同じライバルである愛媛 FC さんのスタジアムを借りるような形になるわけですよ、お、はい、そしたら選手からしたらね、ちょうどいいね、一回こう芝の感覚とかが確認できるんで、うん、いい機会かなと思ってます、お、うん、経験値積めるっていう部分で、うんうん、楽しみですね、はい、はい、楽しみです、で、中さんから、キズタクさん次はうどん屋さんの店長を目指してるって、目指してないっすまあでも似合うけどね、あー作ってそうですね、こうやってやるかあの試しにね、バーでね、はい、うどんね、ちょっとやってほしいね、ふみふみしましょう、うどんバー、うどんバー、じゃあ茶漬けの方がええわ俺、あ、確かにね、あー、いい、うん、ナビくんやえ、ペッタンさんから今日めっちゃおもろいって、え、うざん、うん、それほどでも、まあ今日はね、3人がね、最初からおったけんね、はい、はい、その間そうです、やっぱりね、最初からみんないるとね、いいよね、いいですね、うん、でもハプニングがあるのもあるでまたいいよね、あ、生感ありますよね、うんうん、確かにね、確かにね、うん、収録感ではなかったな、はい、そう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 、カットとかじゃないんで、うん、チャットは以上ですか、え、え、時空チャットは以上ですか、あ、チャットは以上になっております、はい、あ、よかった、はい、これからもどんどん時空をなんか、そうだったよね、今歪みましたよ、一瞬、そうです、そうです、そうです、でもまあね、あの本当にみんながね、チャットしてくれるっていう嬉しいことですけれど、はい、嬉しいですね、お店からのチャットもお待ちしてます本当ですね、うん、最近見かけない、そうなんですよ、まあね、ちょっとね、あの衣替えの時期なの で、 そうです、ね、忙しいと思いますので、みんな聞いてくれると思います、うん、聞いてると思います、あれじゃないの、二人が嫌われ出してるんじゃないの、会いに行かないといけない、お店に会いに行きますね待っててね、私も他の店舗行きますそしてラストチャット、牛眼鏡さんから、徳島にはうどん打ってる芸人さんいますよということで、はい、じゃあキズタクさんも打ちます、打たないです打たないです楽しみに、そして来週の石栗エブリマンデーもやってますので、また見てください、ありがとうございます、バイバイあの芸人さん、うどんするために朝4時半に起きとるんやけ、すごっ、耳落ちましたね、うん、え、耳落ちたうん、耳落ちたけど10秒からが長いよ、10秒って言ったよ、10秒って言ったのに、もう薄っぱー、あれ言わなあかんじゃん、これやっぱこれ石栗、石栗、あれ
バイバイ。じいちゃんバイバイ。バイバイ。こっちか、こっち。石くり。石くり。せーの、石くり。